では続きましてなんですけども、はいうんはい、実際仕事をもらってから、うんまあ、仕事に向かうまでのルーティーンですとか、うん、なんかそういうの決まっていることってありますか？うん、なんかそうですね、なるべくスタジオの近くには早めにいたい。早めにいたい。どれくらい、うん、実際は。欲を言えば、はい、例えば朝10の現場とかだったら8時半ぐらいにはいたい。おで朝活した上で、はい、スタジオに入るっていうのがコンディション的には丸いですね。ああちょうどなんか声も出るようになってて、ね、うんただそれやるとなると結構朝早い時間に起きなきゃいけないじゃないですか。そうですよね実は朝中だったらどうなんですか。もう朝からの流れというか、ね、最近は割と夜深い時間まで仕事してることが多かったりもするので、はい、ギリギリまで寝てますね。あギリギリまで、うん、でも8時半で着こうと思ったらギリギリと言ってもそうねギリギリと言っても7時半。7時半、うんうん、起きて移動して8時半。最短距離行ってますね目的地まで最短です。なるべく毎日着る服とかもあんまりそう変えたくないんですよね。あなんかそう朝って結構洗濯を減らした方がいいんだよ。からこのシーズンはこの何着かで着回すって決めちゃってて、成功者のルートですねそれで、まあ、今日は何曜日やからこれ毎週毎週同じ服になる可能性もあるのいやでも、うん、実際大事だと思うんですよね。朝って本当にそうすると朝バタバタしないし、そうですよね、うん、タスクを減らしてってしないと、そうそうただただバタついて、コンディションどころじゃなくなってきますもんね。イレギュラーなことがなくなるので、はい、毎回メンタルが平和なんですよ、その方法。さすがにこれ着すぎかなっていう服が出てきたら、その着すぎかないつも星野の同じ服着てるなって見られちゃうと嫌だなっていうところでメンタルが下がることがあるので。ややこしいですね。それはよく見られたいみたいなやつあるじゃないですか。そうなったら服を買ったりとかしますけど、はいはい、そこで初めて購入されるそうです。でもまあそうですね、まあ、それだけ朝早く見に行ってなっても、うん、そこから、まあ、正直結構収録時間が長引くといったら、うん、まあもともと長く撮られてるっていうのもあると思うんですよ、うんうんうん、3時間で終わるのもあればもう夕方ぐらいまでかかる、はい、まあ、例えばね長尺とかだったら長尺っていう例えば2時間もののドラマとかから朝10時に始まって終わるのが深夜12時近いみたいなあったりしますからね。ああ、なるほど。まあ、そこまでのレベルで、うん、まあ、いろいろ現場踏まれてたと思うんですけど、うん、そういった時、まあ、収録時とか、ただ興味本位なんですけど、はい、お昼ご飯大食べてるんですか？あ、でもこれ結構ね、気になる人いると思う。はい、気になる人っていうのは役者同士でもやっぱ気になる人いるもん、うん、いや気になると思うんですよ、うん、実際コンディションに結構直結する部分でもあるそう、ね、質に関わってくるじゃないですか、うん、そう言うと俺お腹がいっぱいだと声あんま出ない人なんですよ。はい、お腹がいっぱいだとさ横隔膜下がってくんなくってさ、はい、で肺が広がらないから息吸えないみたいな問題が起こってきたりするのね、結構見ると、うん、空間がないと、そうそうそう、空気が入る空間がないと、あのちょっと汚い話ですけど、これお腹ちょっと緩いぐらいの方がちゃんと芝居できますから。汚いですね腸の内容物が全部出ちゃってる状態、はい、うん、じゃあもう空っぽ空っぽ、お腹も減ってますっていう状態ぐらいが一番良かったりするんで、はい、あの特に芝居が複雑だなっていう作品だったりとか、あの今日はちょっと大事だな、例えばその芝居の、まあ、さっきもちょっと同じ話になりますけど、あの道が細い、うん、針の穴通すみたいな芝居を求められるぜみたいな、神経使うというか集中力がいるぜみたいな作品の時には本当あんまお昼食べたくない。おで、蕎麦くらいかな、うん、食べない方が自分としては集中力も消化に血液使いたくない。ああ、なるほどなるほど。
うん、血が下に行く暇がない。そう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 頭に血液回しときたいから、うん、いや結構ガッと集中する人って結構ね、なんかもう12時間も食べないとか聞いたことあります。本当食べない時とかは、ね、あの誘導食じゃないけどさ、はい、あのなんかリーダーみたいな、うんうん、まあ、商品で下げたんですけどしょっちょっそういう、ああいう流動食、そう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 、ゼリー系飲料みたいので済ませたりだったりとか、はい、なるほどな。そばとかもさ、結構粉物だから消化早いじゃない。はい、うんうん、ああ、なるほど、ね。それで、まあやっぱり、まあ食べたとしても、うん、たまらないように。そう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 。いやぁ、正直言うと、それで深夜までって持つのかなっていう。ちょっとずつだからつまみ食いじゃないけど、おやつみたいなの食べるよ。ああ、はい、うん。チョコとかさ。まあ、あくまでお腹いっぱいにはならないと。そうそうそう。はあ、なるほど。まあ、そういうコンディションのもとで、うん、まあ、お仕事すると、まあ、言ったら、まあ、パフォーマンスが上がるといったところで、うん、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと似た形といいますか、はい、うん、なるんですけど、うん、ルーティンでいくと、役作り。役作り、はい、はい。ルーティンといいますか、うん、ちょっと前に話してたんですけど、うん、そのバン。うん、の役をやったときに、うん、結構当時は没入して、はいはい、で、まあ、そのバンと一緒にその反応してっていったところだったと思うんですけど、うん、そこからちょっと、なんでしょうね、コントロール的な、なんかロジックだったりとかに行ったってことを、うん、まあ、少し話されたと思うんですけど、はいはい、まあ、その、なんだろう、きっかけだったりとか、流れだったりとかっていうのはありますか？そうね、やっぱり、昔は自分が芝居をしてるっていう感覚が欲しかった。だから、はい、その役作りにしても、自分のことに置き換えて、だったりとかっていうアプローチが圧倒的に多かったんだけど、はい、バンソードでプライベートがいろいろぐちゃぐちゃになっちゃったとかっていうのを経験してからは、果たしてそれは正解なんだろうかと思うようになったんだよね。で、まあ、そのくらいから、あの師匠に言われて、後進の育成とかもしていく中でさ、はい、自分が感じてる感覚と他者が感じてる感覚っていうのが違うっていうのに、まあなんとなく気づき出して、まあ、それそうじゃん、はい、うん、違う人間なんだから、はい、芝居を教えようとなった時に自分の感覚を教えるとまた、ちぐはぐな感じになってくるわけですよ、うんうんうん、はい、じゃあどうやったらその技術として芝居が伝わるんだろうかってことを考えてた時に、はい、これ伝達できないって技術じゃないんじゃないかっていうところにたどり着くわけですよ。おお、急に。技術というか、なんでしょうね。論理的な話になりましたけど。そう、だからそれで、こういうアプローチをすればこういうふうに聞こえる、こういうふうに見える、なってるとかっていうロジックの方に行くわけで。はいはいはい。うん、まあ、科学の世界にちょっと入っていく。だから、例えば A っていうボタンを押したら A ダッシュっていうなんか反応が起こりますよ。っていうような。うん、なるべく定義づけられる、そうそうそう、まあ、ちょっと固定された概念の中で、うん、なるべくアプローチしていく。観察ができて、で、何人かの同意が得られて、再現性があって、説明ができてっていう。まあ、そこまで行って初めて、そう、技術に使えるんじゃないかなっていうような。まあ、そういったアプローチに、うん、まあ、どんどんちょっと変わっていく。そうですね。ただ、実際そのアプローチをロジカルにしていったとしても、やる瞬間っていうのは、はい、そのロジカルなアプローチをパッて忘れてあげないといけなくて、はい。はい、最終的には反応に身を委ねる。自分で作って、その何でしょうね、まず作ってたのに、を忘れちゃう。うん、だって、用意されてることをさ、こうな例えば、何しよう。習字とかさ、漢字の書き取りとかでもさ、はい、灰色になってるところをこうやってなぞる、うん、なぞってる作業だけでさ、はい、自分が漢字を書こうと思ってないじゃん。そうですね、タスクですよね、多分。うん、はい、だから、こうやろうって思ってるやつをそのままやってるってなると、うん、それはタスクなだけであって、はい、役を演じるっていうこととはまた話が変わってくるわけよ。うん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 。まあ、ちょっと言ってしまえばロボットになってしまう。うんうん、そこに、その、キャラクターのさ主体性だったりとか、はいはい、あの、
役者個人 の, その熱量だったりとか入れようと思った場合に、タスクはタスクとしてあのやらなきゃいけないものとしてあって、それの余白部分をどういうふうに自分を入れてってあげるか、はい、あ難しい話ですけどね、っていうところに気づけないと、うん、最終的にはそのロジックだけの芝居になってしまうよなっていう、ロジックだけだと、まあまあまあ、外れはしないけど、うん、だから平均点は取れるかもしれないけど、ホームランは打てないみたいな、うんうん、ヒットは打てるけど、ホームランは打てないみたいな感じになっちゃうから、はい、だから難しいのは、ホームランを打ち続けてないと、一戦では活躍できないっていうのも、まあ、とあるディレクターに言われたことがあって。厳しい話ですけど、うん、でも実際そうなんだろうなっていうのは。ヒット打てて当然、はいはい、あれもう何回かに 1打席ぐらいは必ずホームラン打ってくれないと困る、うん、怖と思うけど、まあ、ロジックはあくまでずっとそのヒットはちゃんと、うん、まあそうそう、まあ、担保するために、必要なものであって、うん、でまあ、ホームラン打つためにはまた全然違うアプローチが必要です、必要ですよ、だから結局は結構なんだろう、両方とも、うん、まあ、必要になってくる、ああ野球の話に例えちゃうとって感じなんですけど、最初はさ、ほら、その自分の直感でやってるから、はい、ストライク、あ、違う、ほ、ん?空振りかホームランかな。はい。うん。なるほど。空振りかホームラン。で、この、出塁数を増やしたいなと思うと、ヒットを量産するようになるわけですよ。うん。ただ、構えがやっぱり思い切りが、狙い絞ってさ、思い切りがなくなる分、ホームランが打ちづらくなる。で、どうするかっていうと、その、ある程度狙いを絞っておいた上で、最終的には反応に任せる。あ、振り抜くっていうのが大事になってくる。しかも技術があればね、そうそうそう、自然とね、うん、なんかその風に体が動いていくから、うんうん、あとは自分の、なんだろう、感覚を信じるじゃないか。自分次第っていうか、うん、そこまでいければ、その、本直感的な、エモーショナルなところからロジカルになって、最終的にそれを手放したオーバーマンっていうところにたどり着くんだろうな、うん、いや難しい話しかも哲学の話、ニーチェ先生の話だから、そうですよね、なんかでもなんか言われ、うん、確かにさっきの話でいけば、うん、ホームランか空振りかっていうのは確かに、うん、なんかもうなんだろう、自分でもそう、うん、まあそういう経験あったなとか、うん、周り見てても、うん、やっぱ新人さんっていうくくりになっちゃうと、ちょっとあの主語が大きくて申し訳ないんですけど、うん、そういう人多いかなと思いますね。そう。最初から出塁しようと思っちゃうと、結局ね、その、凡打が多くなっちゃうと思うのよ、うん。うん。代わりはいるよねっていう話になっちゃう。はい。よりかは、あいつ大振りで、大振りだけど、当たった時は必ずホームランだもんなってやつの方が多分面白いと思うんだよ。最初は。最初はそうですね、うん。ただ、経験を増やしてくると、あの、信用がないってなっちゃう。任せはしづらいから、うん。ここぞという時は、やっぱり、ま、周りを固めるだったりとかさ、脇を固めるとかなった時には、とりあえず出塁してくれた方がありがたいっていうフェーズがあって。うん、で、最終的にキャリアが上がってって、その役の座長とかを任せられるようになってくると、いや出塁できてて当然で、たまにホームランが打てるぐらいの方が、うん、よく言ったら毎回ホームランが打てるぐらいまで行けば見ることないですよね。確かに、うん、時々ちょっと聞いたい話ですけど、うん、なんか、なんだっけな、なんか忘れちゃいました。話そうとした大丈夫です。いや全然大丈夫です。あのなんだっけな、なんかその感覚とか直感とかには最終的には勝てないと、うんうん、ただなんかずっと仕事をし続ける、うん、ずっと生き続けるために絶対技術とか知識が必要なんだって話を聞いたことあるんですけど、うんうん、そういうことですよね。そうだね。最終的には両方必要になってくる。そうです、両方必要になってくる、うん、結構両極端の人が多いとは思うんですよ、正直。だし、やっぱ自分の感覚に合わないものを手に入れようってすごいカロリー使うことだから、
なかなかその日々のね、仕事もある中でさ、はい、でそのアプローチを身につけていくっていうことは難しいことだとは思うの。もうそれをやってあげないことには次のステージに進めないよなっていうのが事実だと思うから、結局に勇気が言いますよ、ね、今までこれでやってきたのを連れて放す、そうそう、手放さなくてもいいと思うんだけどね、その実正直ちょっと困ったこととかなかったですか、今までちょっと没入してきてやってきたのに、ちょっとこのままじゃっていうので、なんかある種定義付けられる技術として提供したいってなった時に、何でしょう、なんか今までと違うアプローチするってなると結構その中で、いや時間がかかるようになった、そうですよ、単純にリハーサルにもそうだし、準備に時間がかかるようになったっていうのは、やり方を変えたことに対する弊害じゃ弊害かもしれないけど、逆にやりきれば、その先がすごい楽になるよなっていうのも、そのやり始めた当初感じたことだから、あ、間違ってはいないんだろうなと思った。そういったちょっとある種成功体験みたいなのがあったから、まあ、そういったアプローチ果敢に捉えてきたのかなと思うんですけど。その後にやらないと不安になるっていうフェーズがあって、あ、もうそれ習慣になってしまう、それこそルーティンですよ、やってないと不安になっちゃう、はい、で、ある瞬間から、まあ、その時間が取れない、リハーサルの時間が取れない、チェックの時間が取れないっていうことで、ちょっとあの 100% じゃなくて必ず大事なところはやるけれど、はい、それほどその熱量が必要じゃないんじゃないかとか、その周りに委ねてしまえっていう線引きをするんですよ。なるほど。そうするとチェックの時間が、今までは 100% どころか 200% ぐらいでやってたものっていうのが、なんで 120% ぐらいのその、まあ、時間の使い方になってて、はい、でそこからあの徐々に、あ、ここは使える、ここは頑張らなくてもいい、ここは流れに任せてもいいかもしれないみたいな、あの塩梅っていうのが分かってくると、これは楽になってきましたね。確かに最初は分かんないですもんね、正直。もうどこがどうでっていうの。そう、だからその作品作りっていう言い方かもしれないけど、その芝居の見せどころ、はい、だったりとか見どころみたいなところに持っていくためのさ、その山みたいなのが見えるようになってきたっていうのかな。はい、このシーンは大事だから、ちょっと固めにやっとこうとか、ここは大事なシーンの前のところだから、ちょっとなんか入ってきてるなみたいな、ちょっと山登ってる感じの、その、ストレスじゃないけどさ、あのウェイトをかけとこうかな、ここは完全にお遊びのところだから、もう、そう、現場の流れに任せようと。やっちゃって。はぁ、いや、正直まだ、わかんないですね。これから経験といいね。経験